今日は頭を洗いました。明日の朝出発っていうことで連絡が入ってきたんで、明日の朝帰ると思います。はあ、やっぱ頭だるって気持ちいいな。親はないのかって言ったらないっていうことで、今お兄ちゃんに、この子のお兄ちゃんに切ってもらえるかもしれない。自分で切んだもんね。今切ってもらえるかもしれない。切ってもらってます。こんな感じです。ここの町は特徴がないってことで切ってもらってます。さてと行ってみます。っていうか夜ご飯またで、中国語が分かんないんですけど、この中華のお芋の千切りを頼みたいんで、 Google 君で今検索をこの店に見せて食べます。ここはこのホテルだけ Wi-Fi が通じてるんで、明日また6400円、今4200、標高差2200だね。30キロの道のりです。体力つけていくため今日の夜は食べようと思います。明日の朝6時に、向かいの車が来てくれるはずっていうことなんで、いやこの街は本当に、夕飯ラストかな。これがここで食べる。Google で見せたやつ来ました。